岩手県公会堂岩手県公会堂は岩手県森岡市にある公共施設。岩手県庁舎の隣に位置している。所有者は岩手県。現在は学校法人、留宅学館、第一商事株式会社、株式会社 IBC 開発センター、株式会社総合企画神話が管理している。正面1927年開館。設計は 大熊高道や日比谷公会堂の設計で有名な建築家佐藤光一が担当した。当初は岩手県議会議事堂の機能を持っており、当時としては高層の建築物で、東屋からは森岡の街が見渡せたという。東屋を除き2階建て、大小16の会議室、大ホール、ギャラリーなどで構成される。大ホールは森岡文種劇など演劇上演や、 音楽公演用のホールとして親しまれた。創建後80年を経過し、大規模な補修も行われなかったことから老朽化は否めず、損杯が議論された時期もあった。大きな補修、改築を経ていないため、県議会議児童当時の装飾、施設などが残されている。フランス料理レストラン、公会堂タガが開館当初から入居していたが、2017年3月31日を、 持って閉店した。ニトベイ造が、帰京寺に利用していたことで有名で、VR ベースから始まる。ニトベが食したメニューを提供していた。2006年10月18日、国の登録有形文化財になる。2009年、東野の耐震工事、大ホール及び21号室の改修、復元工事を行う。ありがとうございます。